であり、85年の8対3戦で一大センセーショナルを巻き起こしたキング・ケニーことケニー・ロバーツ氏が来場することになりました。もう8時間に向けて、まあ、今日も8時間のためのテストをそのままの走りで挑みましたし、はい、かなり自信はありますよ。あ、そうですか。はい、ライダー誰が来ても平気なように、あら、いろいろ振ってます。なるほど、進化してます。まだ吉村さんで走らせてもらえるということにすごい感謝してるんですけど、それと同時に自分の元テクニックとか技術の底上げをもっと測らなきゃダメかなっていうのもあるんですけど、吉村さんで走らせてもらう限りはやっぱりもちろんトップ目指してやるしかないと思うんですけど、はい、それにはもっと自分が学んでいって、まあ、明日のレースもそうなんですけど、トップグループに食らいつめて勉強することが今はすごい重要かなと思います。自分は今一つっていう形で、はい、開幕からちょっと、まあ、波乗れてはいないんですけどね、この8歳までにはしっかり体を作って、はい、後半は仕上がりに行けるように今こう準備を整えてるんで、はい、まあ、まずはその中で8歳をしっかり走り切ってね、ヤマワファンにアピールできたらなというふうに思います。トップ争いでレースを引っ張って盛り上げてくれるのはこの3方だと思うので、まあ、僕たちのプライベートの力をその中でどれだけ発揮できるかというところですごく前進して、ね、進歩しながら、まあ、粘り強く走って、はい、まあ、最終的にはこう数年なんとか、ね、表彰台を争えるというところまでの力を、ね、持っているので、やり続けているので、はい、まあ、どんな状態であっても最高のパフォーマンスで、ね、来てくれるお客さんを喜ばせてあげられたらなというふうに思います。もう一方、実はですね、この会場に来てくださっている方がいますので、ここでですね、ちょっとご紹介をさせていただこうかと思います。新たな参戦チームとなりますチームのライダーが来てくださいました。今年はこのチームから参戦が決定したそうです。ティーム加賀山です。加賀山幸男選手登場していただきましょう。どうぞ拍手お願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。僕たちにしかできないことがたくさんあって、それが今年現実したので、皆さんにちょっと伝えに来ました。あ、そうですか。もうなんかこう聞いちゃっていいですかね、ライターの組み合わせとかっていうのはある程度、はい、ライター決めました。やっぱ僕たちしかできないこと、はい、僕なんかできないことを思って、そのメーカーの枠とかね、それに関係なしにライダー同士の友情というか、はい、思いが昔からあって決めたことなんですけど、海外で活躍してるような羽賀典雄選手が、はい、鈴木のバイクに乗ると、加賀山のバイクに乗るって言ってますか。なるほど、加賀山のバイクに乗ると、はい、そう、やっぱり僕メーカーとしてね、はい、できてないんですけど、だからこそできることがあって、まあ、彼とはそのドライバーでちょっと仲良くさせてもらってて、うん、昔にメーカーのね、一人として、まあいつは彼は山田ライブでしたし、はい、僕は鈴木ライブとしてライブだったんですけど、その当時にね、いつか一緒に鈴鹿少年と言ってたことがあったんですよ。そうなんですね。で、ちょっとじゃあその夢を叶えようかなと思って、今年いろんなことを調節してですね、はい、いろんな方々に理解していただいて、ちょっと面白いパッケージ作ったので、やっちゃいましたね。我々の提供しに、はい、はい、で少しでもお客さんが、ね、増えることを願って、はい、参戦します。